次に宮本武史君。宮本武史君。日本共産党の宮本武史です。まず統一教会の問題について聞きます。統一教会に対する報告聴取質問権の行使はこれまで5回に及び、対応が長期化する中で結局文部科学省は解散命令を請求しないのだろうというような見方も広まっております。4月の26日週刊文春が統一教会の解散命令請求は困難な情勢、文化庁事務方トップは全く見通しが立っていないと題した記事をインターネット上で配信をいたしました。この文化庁事務方トップとは合田哲夫文化庁次長のことだと思います。まるで合田次長が解散命令は困難だと語ったかのような見出しであります。確認ですけれども、これは合田次長に、週刊文春の取材に対し解散命令請求が困難だと回答した事実はあるんですか。合田文化庁次長、お答え申し上げます。旧統一教会について解散命令の請求を行わないことを決定したという事実は一切ございません。そのことは週刊文春編集部にもお伝えしたとおりでございます。文化庁としては解散命令請求の可否を判断するため、旧統一教会に対する報告聴取質問権の行使等を行っているところであり、情報の収集分析に引き続きしっかりと取り組んでまいります。宮本武史君。質問が5回にもなって最初の行使から半年が経過をいたしました。先日5月7日には韓国で集団結婚式が実施をされ、新たな本部施設が完成するなど、統一教会はまるきり反省する様子もなく派手に活動しているように見えます。それどころか先の統一地方選挙では堂々と自民党も認める統一教会の関連団体である国際勝共連合名で我が党を攻撃する事実無根の謀略ビラまで全国でばらまきました。解散命令を請求しないと決定したわけではないとおっしゃってもですね、このままずっと報告聴取質問権を行使し続けていたのでは、どうせ解散命令請求はできないと思われて、統一教会はまるで社会的な問題など一切なかったかのように活動を元に戻してしまう。その結果被害者がますます増えることになりかねません。この5回の報告聴取質問権で積み上げた事実があるのですから、それをもとに一刻も早く解散命令を請求すべきだと私は考えますけれども、これは大臣のご見解をお伺いいたします。永岡文部科学大臣。解散命令の要件というのは、やはり宗教法人法で厳格に定められております。で、この要件に該当するかどうかの判断にあたりましては、法人の活動にかかります十分な実態把握と、そして具体的な証拠の積み上げが不可欠であると、そう考えております。で、そのために報告聴取質問権の効果的な行使などを通じて、旧統一教会の業務などに関して、具体的な証拠ですとか資料などを伴います、客観的な事実を明らかにするための、丁寧な対応を、着実に進めまして、その上で、法律にのっとり、必要な措置を講じてまいりたいと思っております。委員長、宮本武史君。裁判所で否定されては元も子もないと、誤ったメッセージになると、こう文化庁はおっしゃるんですけどもね、このようにずっと請求しないこと自体が、当初持っていた統一教会の疑いがすでに晴れた、あるいは薄まったのではないかという誤ったメッセージにも、なりかねないと思うんですね。昨年11月、統一教会に法令違反による広範な被害や重大な影響が生じている疑いがあると。永岡大臣が判断をされて、報告聴取質問権の行使を始めたわけでありますけれども、解散命令請求を諦めたのではないというのであれば、その疑いが晴れているはずはありません。そこで明言していただきたいんです、大臣に。報告聴取質問権の行使を続けているということは、統一教会に解散命令事由に該当する疑いがある事実は変わらず、初回行使の時だけでなく、その疑いはその後もずっと続いてきている、こういうことでよろしいですね、大臣。永岡文部科学大臣。
お答え申し上げます、委員ご指摘のように宗教法人法上、報告徴収質問権は、宗教法人について解散命令の事由などに該当する疑いがある場合に、所轄庁が行使できる権限とされておりまして、この行使の、一般的な基準といたしまして、昨年宗教法人審議会と同じ委員からなります有識者会議の報告書が示されたところでございます。その上で今般旧統一教会に対して報告徴収質問権を行使しているのは当該基準に照らしまして検討した結果として旧統一教会や信者などの行為に関する法行為責任これを認めた判決が多数あります。また民事裁判の判決において認められた損害賠償も多額に及ぶことなどから法令違反による広範な被害や重大な影響などが生じている疑いがあると認められるからでございます。ではこれまでの5回の報告徴収質問権はその都度ですね宗教法人審議会の全会一致の了承を得るなど法に定める手続きを踏んでおります。初回のみならずいずれの会におきましても旧統一教会に解散命令事由に該当します疑いがあることを前提といたしましてこれ権限を行使してきたものとそういう認識でございます。次長宮本武君。合田次長は質問に対する回答の分量が減ってきているという文春の指摘に対し相当な分量のレポートが返ってきていますと述べております。それならばこれ以上の被害を拡大させないためにも速やかに分析を進め解散命令請求を行うことを求めておきたいと思うんです。次にギャンブル依存症問題に関する教育について質問いたします。 IR 法付帯決議10項を受け学校教育においてギャンブル等依存症に関する知識の普及および啓発が求められ2018年3月公示の高校学習指導要領にも取り入れられることになりました。2018年7月公表の高校学習指導要領解説でギャンブル依存症についてアルコール、薬物などの物質への依存症に加えてギャンブル等への過剰な参加は習慣化すると私癖行動になる可能性があり日常生活にも悪影響を及ぼすことに触れるようにすると述べられております。これを受け文科省指導参考資料が作られたわけですけれどもこれによれば一般的にニコチン、アルコール、薬物、ギャンブル等、ゲームなどやめたくてもやめられない状態のことを依存症と言いますが医学的には私癖という用語を使いますとあり対象が物質摂取の場合を物質依存対象が行動の場合を行動私癖と呼ぶとされております。つまり物質摂取が物質摂取か行動かの違いであってどちらもね依存症、私癖という点では同じだということで、これは大臣、間違いないですね。永岡文部科学大臣。その通りでございます。はい、宮本武史君。はい、その通りだと、違いはないというご答弁でした。民法改正の中で、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられましたけれども、これに関わって、民法、成年年齢関係の成年年齢関係改正 Q&A というものが法務省で作成をされております。この Q&A の Q4 お酒やタバコが解禁される年齢も18歳になるのですかに対する回答はどのようになっているか法務省民事局長お答えいただけますか。金子法務省民事局長。お答えいたします。お尋ねの回答部分の記載は次のとおりです。民法の成年年齢が18歳に引き下げられてもお酒やタバコに関する年齢制限については20歳のまま維持されます。また公営競技かっこ競馬、競輪、オートレース、モーターボート競争かっこ閉じの年齢制限についても20歳のまま維持されます。これらは健康被害への懸念やギャンブル依存症対策などの観点から従来の年齢を維持することとされています。委員長、宮本武史君。成年年齢は引き下げられたが喫煙飲酒公営ギャンブルの年齢制限について20歳から18歳に引き下げるかどうかについては各所管省庁において検討された結果20
20歳を維持することとなったと聞いております。飲酒喫煙については健康上の問題や非行防止、公営ギャンブルについてはそれぞれのギャンブル依存症対策の問題などの理由から従来の年齢を維持すると、もちろんここにはその役所で判断したということでありますけれども、そういうことになったというふうに説明を受けましたが、これは民事局いいですね。金子法務省民事局長。委員ご指摘のとおりと認識しております。委員長。宮本武史君。そのとおりと確認されました。ギャンブル等依存症対策基本法14条は予防教育普及啓発について定めております。文科省は小学校学習指導要領の解説体育編の中で20歳未満の喫煙や飲酒については低年齢からの喫煙や飲酒は特に害が大きいことについても取り扱うようにし、未成年の喫煙や飲酒は法律によって禁止されていることを教えるとしております。ところが資料1の下線1を見ていただきたい。ギャンブル等依存症などを予防するために土台した文科省の指導参考資料であります。パチンコは18歳、公営競技は20歳から行うことができ、また参考資料に示すようにギャンブル等へののめり込みにより病院に訪れた患者のギャンブル等の開始年齢が20歳頃であることを考えると、ギャンブル等に関する問題は高校生にとっても近い将来に生じうる身近な問題と言えますと書いてあります。これはですね、公営ギャンブルについては20歳に、パチンコは18歳になればやってよろしいと、こう教えろということになるんですか、大臣。永岡文部科学大臣。いやいや、そういうわけではございません。やはり学校教育はですはい、学校教育では、小中高等学校を通じまして学習指導要領に基づいて、児童生徒の、発達段階に応じて体育科、保健体育科において、喫煙飲酒と健康について指導することとしております。具体的には小学校では喫煙飲酒などの行為は、健康を損なう原因となること、また中学校では喫煙飲酒などの行為は、心身にさまざまな影響を与えまして、健康を損なう原因となること、またこれらの行為には、個人の心理状況やまた人間関係、社会環境が影響することから、それぞれの要因に、適切に対処する必要があることなどを教えておりますし、また高等学校ではですね、喫煙と飲酒は、生活習慣病などの要因になることなどの、健康への影響について指導が行われているところでございます。やはり喫煙や、飲酒ですね、未成年の喫煙や飲酒、また法律によって禁止をされていることなどについても、学習をしているところでございますので、今後とも学習指導要領に基づく、着実な指導というものが行われますように取り組んでまいりたいと思っております。宮本武史君。法律により禁止されているものをダメだと教えるのは当然のことなんですね。問題はですよ、公営ギャンブルについては例えば20歳になればやれるわけですよ。そういうものを学校でどう教えるかということですよね。それで、いろいろ、事務方にも来ていただいてやり取りをいたしました。例えば、依存症ギャンブルだけでなくゲームも含まれると、ゲームは禁止されていないではないかというような話も事務方からは出たわけですね。資料2の1を見ていただきたい。国民生活センターにはオンラインゲームに関する相談が多数寄せられております。資料2の2につけました相談事例を見ていただけば、小学生の子どもが友達にキャリア決済を使うとお金がかからないと間違った情報を教えられ、スマホでオンラインゲームに高額課金していた。小学生の子どもがオンラインゲームで150万円以上も課金していたが、決済完了メールが子どもに削除されていたため気がつかなかったなどの相談がですね、現に寄せられているわけですね。で、大臣ね、ここはもう本当に、私も実はオンラインゲームなどをやるような孫を持っておりましてですね、中学生ともなればそういうことをやってですね、課金したり時々するんですけど、一応私に許可を取ってくるんですけどね、私たち子育てもそして孫育てもやっているものとしてね、日本の子どもたちに
ギャンブル依存症は意思が強いとか弱いとかにかかわらず誰でもが陥る危険があるので、やっぱり愛に近づいてはならないと教えるべきなのか、それとも大人になったら依存症にさえ気をつければやっていいんですよと、どうぞやりなさいと教えるのか、大臣どちらなんですか。永岡文部科学大臣。はい、法律の枠内で、認められております、公営教義などまで、一律に、すべて排除するようなことを教えることは、やはり大変難しい面もあると、そう考えております。で、繰り返しになりますけれども、やはりギャンブルなどは、これ習慣化すると私癖行動になる危険性がありまして、ギャンブルなどののめり込むことですね、ギャンブルなどにのめり込むことによる問題ですとか、それらが問題化するプロセスについて学習することを通じまして、子どもたちがギャンブル等についてのさまざまな影響を理解をして、そして自らの将来において適切に判断をして行動ができるような能力を身につけるということが重要と考えております。委員長。宮本剛君。情けない答弁ですね。資料3を見ていただきたい。1950年9月20日の参議院文部委員会の議事録であります。以前学校給食でも紹介した我が党の大先輩岩間正夫参議院議員の議事録ですけれども、岩間議員が競輪の影響するところは単に社交心を煽るだけでなくて家庭の破壊の問題、社会に対する悪影響、こういうこともありますが教育的に非常に大きな影響を与えていると思うと述べたのに対して、当時の天野貞雄文部大臣は岩間さんと私は全然同意見でございまして、競輪というようなものがその最も先端をなすもので、一般に人間の行幸心を誘発するというようなことは教育上非常によくない、だから私の力の及ぶ限り、あらゆる機会においてこれを除去するように努力したいと答弁をされました。公営ギャンブルは教育上非常によくないというのが文部省たるものの当然の認識だったはずであります。大臣いつからですね、いやいや法律で認められているものはそうは言えないというようなことに なったんですか、いかがですか。永岡文部科学大臣。はい、なかなか難しいご質問でございますが、お答え申し上げます。本日の委員会におけます質問質疑ですね、これを通じまして、やはり宮本議員のお考えというものをやはり十分に承知をさせていただきまして、理解をさせていただきました。私もですね、やはり子どもたちへの将来の影響を心配するお考えについては、理解をしております。法律上賭博が禁止されていることはもちろんですけれども、お尋ねのカジノ施設やパチンコのほか競馬競輪、これといったですね、公営競技につきましても個別の法律によりまして年齢制限がされているものと、そういう認識でございます。で、文部科学省といたしましては、子どもたちが自らの将来において適切に判断をして行動ができるように賭博が禁止されているということですとか、カジノ施設やパチンコ、公営競技についても年齢制限が設けられていますということをですね、合わせて、ギャンブル等は習慣化すると私癖行動になる危険性があり、また日常生活にも悪影響を及ぼすことなどについて指導していくことが重要と考えておりまして、各学校において、しっかりとした取り組みが行われるように、必要な取り組みをやってまいりたいと考えております。宮本剛君。資料4を見ていただきたい。警察庁と消費者庁が連名で作成したオンラインカジノは犯罪です、知らなかったでは済まされませんというポスターであります。山口県阿武町で新型コロナ対策の10万円を誤って1人に4630万円も入金してしまった事件で、受け取った人物がオンラインカジノで使い果たしたと語ったことから大騒ぎになりました。この事件を受けて作成されたのがこのポスターなんですね。警察庁、このポスターは何枚印刷され、そのうち大阪には何枚配布されましたか。委員長。友井警察庁長官官房審議官。お答えいたします。
お尋ねのポスターにつきましては、昨年約5万枚を作成し、全国の都道府県警察に対し配布したものでありまして、大阪府警察に対しては2900枚を配布したところであります。部長、宮本武史君。大阪には2900枚でありますが、最後の資料5に各県への配布枚数をつけておきました。そしてもう一度資料1に戻って赤線2を見ていただきたい。インターネット上にはオンラインギャンブルのサイトもあり、それらのサイトを利用する場合年齢制限が設けられてはいますが、年齢制限が十分ではなく、年齢確認が十分ではなく、子どもたちでも参加できてしまう危険性がありますとあります。これ文科省の資料ですよ。大臣ね、大阪で教員がオンラインカジノは犯罪だと近づくなと教えようとするとき、では先生、なんで夢島に実物のカジノは作っていいの？オンラインですれば犯罪なのに、実際にカジノをやってもいいのはなぜなんですかと子どもに聞かれたら、教員は一体どう答えたらいいのか、大臣のご見解をお伺いして質問を終わりたいと思います。永岡文部科学大臣。お答えいたします。学校現場においてさまざまな指導の、工夫が行われるものと、考えておりますが、例えば、いわゆる IR 実施法をですね、の趣旨ですとか IR 実施法という、個別の法律が、立法されたことによりまして、賭博を禁止している刑法の規定が、適用されないことなどについて、しっかりと指導を行うことが考えられます。でまた、IR 実施法と、刑法との関係性に関する、詳細につきましては申し訳ございませんが、所轄の、省庁にお聞きいただければと思っております。宮本武史君。天野さんの魂を取り戻していただきたいと申し上げて本日の質問を終わります。